校舎体育館兵庫県立立野高等学校は、兵庫県立野市立野町檜山にある県立高等学校。略称は、流行。立野高校は、旧生立野中学校、旧生立野高等女学校の流れを組む県立高校である。理系の難関大学進学を目標とする。各学年1クラス設置されており、県下全域から出願可能である。 推薦入学試験に限り、本学科に入学することができる。第1年次第2年次毎年6月に行われる文化祭は、小流祭と呼ばれる。2004年に体育大会の時期と変更により、3年生も参加しやすい時期への開会として、開催時期が6月に変更になったのをきっかけに、当時の生徒会執行部が、全校アンケートで、 文化祭の名前を募集したところ、圧倒的多数で多かった、小流祭が第一候補となり、当時の生徒会執行部の会議で最終決定した。毎年9月下旬に行われる行事である。さほど規模は大きなものではないが、リレー、100メートル走200メートル走など様々な種目がある。毎年1回、11月頃に行われる行事である。 運動部分下部2007年5月24日午後3時ごろ2年生女子テニス部員がランニング練習中に熱中症で倒れ病院に搬送一時心肺停止状態以降低酸素脳症で会話のできない寝たきり状態機関教育法ナンバーワン87学校における熱中症事故と法的問題エーデル研究所2015年12月表記中の中夜 校はそれぞれ、竜の中学校改正、辰野高校改正を意味する。平成25年度、スーパーサイエンスハイスクール指定校等の内定文部科学省辰野高校部活事故から8年両親、二度と悲劇を起こさないで、神戸新聞2015年5月神戸新聞2021年10月9日月長聴館に支派面。ありがとうございます。